こんにちは、セールスフォースジャパンテクニカルサポートの飯田です。今回は個人取先の有効化についてご案内いたします。今までサポートへご依頼いただく必要があった個人取先の有効化がこの度サマー22でご自身で実施いただけるようになりました。では本日のゴールです。今回の動画を通して個人取先の概要と有効化の手順を知っていただき、個人取先の利用のお役に立てると幸いです。まず個人取引先と取引先の違いについてご案内いたします。個人取引先を有効化にしていない場合、取引先で法人、取引先責任者でその法人の担当者を管理します。一方で対象が個人事業主やスポーツジムの個人会員である場合、法人という概念が存在しません。そこで個人取引先です。個人取引先を有効化にすると、今までの法人に加え個人の情報も管理できるようになります。一般的に取引先責任者として保存する名前やメールアドレスなどの情報も個人取引先の1レコードにまとまります。そのためスポーツジムの個人会員などでもセールスフォースで管理できるようになります。なお個人取引先は一旦有効化すると無効化できない機能です。まずはサンドボックス環境でお試しください。それでは個人取引先の有効化とその後の利用方法についてご案内いたします。セールスフォースのホーム画面から歯車マークを選択し、設定のクイック検索にて個人取引先を検索し選択します。1から4の項目を確認していきます。まずはじめに個人取引先の有効化と使用の影響を確認します。右側の組織への影響表示を選択します。表示されております内容を読んでいただき、ご理解いただきましたら組織への影響の承認のチェックをし続行を選択します。承認いただきましたら完了のチェックがつきます。次に事前に取引先のレコードタイプを作成しているかご確認ください。この組織ではすでにレコードタイプが作成されているので要件を満たしています。設定されていない場合は新規より必須項目を入力しレコードタイプを作成ください。続いて参照権限の設定を確認します。個人取引先を使用するプロファイルを選択し、標準オブジェクト権限にて取引先責任者の参照にチェックがあることと取引先の参照にチェックがあることを確認します。最後に組織の共有設定を確認します。クイック検索から共有設定を検索し選択してください。取引先責任者を親レコードに連動に設定するか、取引先と取引先責任者の両方を非公開に設定します。この組織の設定では親レコードに連動になっているので要件を満たしています。すべての設定が完了したら有効化を実施します。注意事項として、有効をしたら無効にすることはできません。右下の個人取引先を有効化を選択し、ポップアップが表示されますので有効化を選択ください。有効化されましたらポップアップが表示されます。個人取引先のレコードタイプをプロファイルに割り当てます。個人取引先を使用するプロファイルを選択し、取引先のデフォルトのレコードタイプにて個人取引先の編集を選択し、使用可能なレコードタイプより個人取引先を選択済みレコードタイプに追加し保存します。以上で個人取引先を使用できる準備ができました。実際にレコードを作成してみましょう。セールスフォースのホーム画面から取引先オブジェクトを選択し新規を選択、レコードタイプの選択画面より個人取引先を選択することで個人取引先のレコードが作成できます。
輸出項目を入力し、保存してレコードを作成ください。最後に繰り返しとなりますが、個人取引先は一度有効にすると無効にできません。無効にできないことを改めてこの機会にご承知おきください。 YouTube の概要欄に関連資料がございますので、併せてご確認ください。以上、個人取引先有効化についてのご案内でした。本動画がお客様のお役に立てれば幸いです。それでは次回もお楽しみに。